ヌイージュル・マルヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンド2県のコミューン。パリの東約13.1キロメートル、マルヌ川の右岸に位置する。コミューン内を縦に、国道への34が通っている。旧石器時代の道具やカ石が発掘されている。ガロローマ時代には、貴族の領土でなお、ノービリアカムといった。ガリア人は、マルヌ川に面した突端の上に砦を築いていた。 この鳥では完全な状態で保存されている。ヌイーシュルマルヌの名が初めて歴史上に現れるのは、998年にロベール2世が授けた検証においてである。ノイオとは、ラテン語から生じた言葉で、新しく切り開かれた土地を意味する。当時、ボンディの森が近辺に広がっていたのである。18世紀、コミューンの郊外は、市場用の作物が育てられていた。 周囲には、ビルエブラール城、アブロン城、ブランシュアガニー邸があり、コミューンの領域である草原が囲んでいた。アブロン地区の丘陵には、ワイン用のブドウが栽培されていた。1789年、教会のポーチの前で、住民集会が開かれ、初代市長ジャンピエル・エルセンが選ばれた。1792年当時の人口は620人であった。 ビル・エブラール上は国家に接収された。1863年、セーヌ県は、精神病院を作るためにヌイーシュルマルヌに土地を購入した。1868年にできた、この病院には、カミーユ・ユクローデル、アントナン・アルトーが収容されていた。1869年、ベルシュルマルヌとの間8キロメートルをつなぐシェユンガが開通した。 それまでマルヌ川を行くフェリーに頼っていたが、1889年にマルヌ川に橋が架かった。1892年、ヌイーシュルマルヌより分離して新たなコミューン、ヌイープレザンスが誕生した。1898年、メゾンブランシュ療養所が完成した。この療養所は、第一次世界大戦中に軍病院となった。ありがとうございます。